はいはい、どうもペンギンです。ナルトのアルティメットヒーロー実況プレイやっていきたいと思います。やっとこさナルティメットヒーロー、激闘忍者対戦は 1,2,3,4 かなまで実況させていただきました。で、ナルトのゲームはプレステ2版のナルティメットヒーローとゲームキューブ版の激闘忍者対戦と、なんかこう2種類やったんですけど、まあ満を持してやっとこさナルティメットヒーローやっていきます。では新しく始めましょう。懐かしいね、やっぱりオープニングあんこ生きとったんよね。あのボルトであんこ先生出てくるんですよね。僕あのあんこは中忍試験の時にオロチマルを道連れにしようとして失敗して死んだやと思ってたんですよね。ワンなんでこんなもんかな。練習はまあ練習で、フリー対戦は友達と対戦したりっていうところですね。で、まあナルトの自宅っていうのはギャラリーですよね。まあお金を使ってっていうのもありますね。今回はシナリオを中心にやっていきたいなと思ってます。任務もちらっと見ときましょうか。おお、来たな。それでは任務を選択するのじゃ。3代目のじいちゃん D ランクとか選べるんかな。選べんわ、まあ、こんな感じでランクがあって、まあ、これを、まあ、クリアしてってもいいんですけどね。 S ランクは基本的に無理なので、何やけ、秘伝の書を全部集めるとか、イチャイチャパラダイス全部集めるとか、奥義を全部解放するとかまあ一番なんかこうめんどくさそうな忍者札とか、音楽、音声、ハズレアイテム収集とかね、なんか結構難しいんですよね。演習は選べるんか。で、クリアするとお金がもらえると。まあ演習とか任務に関しては少しずつやるかな。お、イルカ先生や。まあお金稼ぎですよねこれまあ、まずはシナリオからいきたいと思います。よく来たな。ここでは好きなキャラクターを主人公にした物語が楽しめるぞ。プレイしたいシナリオを選択してくれ。ナルト、サクラ、カカシ、シカマル、リー、サスケ。なんかこうクリア回数どのこうのがあったようななかったような、今のところこの6人のストーリーが遊べます。じゃあまずはナルトから行きましょうか。それでは物語の始まり始まり。せっかくのフルボイスなので、まあできる限りフルボイスを楽しんでいただこうかなとは思っておりますが、グラフィックは僕は激忍よりかはナルティの方が好きですね。やっぱこのイラストいいですよね。アニメチックというか漫画チックなんですよね。いざ尋常に勝負。勝負ったら勝負。ここでは俺がルールだ。分かったらかかってこい。よし、負けねってばよ。いいだろう、勝負だ。まあ初めの頃はこの辺のもちゃんと見とこうかな。懐かしいねこれ。バツがジャンプ、四角が忍具あったね。返し返しみたいなんとかね。バツ上バツ下でこうステージというかあれが変わるんですよね。返し返し懐かしいな。基本的に僕は追撃は出さないんですよね。追撃して負けるんで。
ガードどれやったっけ。 R2、 L2 か。受け身がバッツやったかな。うお、ダイナミックエントリーんで、敵の技を食らう直前に R2、L2 を押すと代わり身になれると。で、三角で必殺技が1、2、3段階得られるんですよね。まあ、なかなか当たんないですけどね。あんまりこのゲーム得意じゃないんですけどね、僕は。で、バツバツを押すと敵にこう突進をしていくっていう。ガマヤビンか。で、必殺技はこうコマンド入力って感じですね。ガマキチやっけ。失敗したし。ネタバレもクソもないんですけど、あれはまあ4代目ですよね。4代目も一応口寄せ我慢できてたんでしょうね。うん、よくやった。合格やったってばや。ほれ、忍者忍者忍者。なかなか面白い成長したな、こいつ。終わったらリザルト画面ですよね。で、まあなんかこうボーナスがもらえるという。時間がね、ものすごい大変なことになってるんですけど、プレステ2の内蔵時計っていうんですかね。プレステ2の中の時計が、まあ、設定されてないので、あんな感じになってますけど。ビビってもう来ねえと思ってたのによ。あんまりはしゃぐんじゃねえよ、うすらトンカチ。俺をなめんなよ。ドーベが吠えるな。よし、やってやるってばよ。相手になってやるぜ。うん、変わり身状態か。頭の上に変わり身のマークが出てるときは何、物理攻撃、怪術を物理攻撃やってても意味がないんですよね。上上丸とか下下丸とかでちょっと忍術が出せるんですよね。あー、熱い。で、下長押しでチャクラを回復できて、
上長押しすると、まあちょっとアピールとかがキャラによっては回復ができたりしますね。風魔手裏剣投げたのはサスケですけどね。変化したのはナルトですけど。イルカ先生出てくる。もうこのカットインとかね、結構好きなんですよね。リングもいろいろあって、なんかこうテンポがうまいことつかめんけど、まあその必殺技のカットインの感じとか強くなってる、結構好きなんですよね。これが本当にあのナルトか。若干の詰め込んだ感はあるんですけどね。次どこ行くやろうか。波の国いきなり行くやろうか。あ、行ったね。謎の刺客、霧隠れの追い人、ハク。お前、何者なんだってばよ。君には大切な人がいますか。僕は大切な人を守りたい。その人のために働き、その人のために戦い、その人の夢を叶えたい。そのためなら僕は忍びになりきる。あなたたちを殺します。俺だって俺の大切な人たち絶対傷つけさせねえ。俺は火影になるんだってばよ。できれば戦いたくはないのですが。ハク一番好きやわ。処理落ちしよる。このゲームやっぱ処理落ちしよるかね。あ、そうか、水に落ちたらそんなになるんやったっけ。受け身取らんと落ちるんですよね、確か。イルカ先生、確かね、ここで何カウントやったかな、5カウントか10カウントぐらいかたっとったら巻物がもらえた気がするんですけど、違うかったかな。クソ、ゲミ取れんかった。まあいいか、コンピューター相手にはちょっと難しい。行って悔しいな、もう一回やろう。返し返し返しで、このナルティメットヒーローで千殺水晶っていうのが確か出てたと思うんですよね。それが激人の方に移植されたような感じ
まあ戦殺水晶使っとったっけな原作で、あんまりイメージないんですけど。えらい飛んだな。所詮落ちこぼれは落ちこぼれだ、変われなどしない。牙が出てこんけん、まあそうなるか。落ちこぼれ呼ばわりするクソ野郎は俺が許さねえ。絶対勝つ。俺はほかげになるんだってばよ。それじゃあお手並み拝見といくか。もうすでに穴が開いてるっていう、ね、中入れるんですよね。ウッキーくんがおったような、あったあった、ウッキーくん。あの植木鉢ウッキーくんですからね。あ、折ったね、兜。涅槃少女使うんやっけ。受け身取れんな、むずいな、このゲーム受け身取るの。結構寝るね。くそ当たらんかったか。狙っても当たらんね。コンピューター以前にも当たらんて。対人戦でも当たらんわね。体力回復すんなよ、時間かかるやん。螺旋岩やったかな、もう終わんの時点で螺旋岩やったかな。ちょっと早めに入力するのがコツやった気がしますけどね。殴られる瞬間というか、殴られるほんのちょっと前に入力するっていうのがなんか、くそ当たらんし、コツやったような気がしますけど。行くなよな。当てたいのにな。まあいっか。
バカな。お前みたいに運命だなんだ、そんな逃げ腰野郎には絶対負けねえ。よよ。激突、うちに秘めた化け物の力。キュービナルとか螺旋丸じゃないんか。邪魔をすれば殺す。そうやね、この時はまだ螺旋丸ならんの字もなかったね。俺は本物の化け物飼ってんだ。化け物だ。それならば俺もそうだ。俺は生まれながらの化け物だ。こいつの中に何かがいんのか。俺は俺以外すべての人間を殺すために存在している。何勝手なこと言ってんだてめえは。よし、やってやるってばよ。なんだ、お前も死にたいのか。ここはね、落ちるステージ、痛い。上コンボはお色気の術やね。もう何回もやりようだけど、下コンボやりたいな。起き上がるの早っ。やっぱりガーラは歩くの遅いね。確かここは三代目とオロチマルが戦った後やったかな。一定なんかめっちゃ暗い夜。ゆりか先生、いきなり、ああ上がれんかった。お色気の術になるね。上落ちてるけんやろうけど、うん、やっぱり上落ちたらお色気の術になるね。どうしてもレベル3を当てたいな。よし、あ、キュービナルだか。2回攻撃後キュービナルトに確か状態変化したような気がしますけど。人は大切な何かを守りたいと思った時に本当に強くなれるんだってばよ。渦巻きナルト、こいつ一体何者だ。
木の葉は滅びるのよ。お前何者なんだってばよ。俺の大切な仲間たち絶対傷つけさせねえぞ。私を止めることができなければこの里は女子供一人残らず全滅よ。よし、やってやるってばよ。まあ、せいぜい頑張ってちょうだい。エンマか。三代目の口寄せのエンマやな。危なくらいやったし。こいつら音人の4人やった気がしますけど。オロチノリの余力が効かんのじゃない？うっそや。さあ始めようじゃない。命がけで。気を抜いちゃダメですよ。獲物は常に気を張って逃げ惑うものよ。きっちいな。あれ一応レベル3か。こうやって落とすっていうのも一つのダメージアップ方法。危なちょった。よし、やりきった感ある。あのマンダの火炎放射もダメージがあるんですよね。あそこに立ってるとダメージ受けちゃうんで逃げとかんといかないですよね。エンディングか。
回一回エンディングあるんかな、これは。まあこんな感じで、あとサスケ、さくら、かかし先生、リー、やったっけ、サスケ、さくら、かかし先生、リー、あ、鹿丸か。結構これ豪華なんですよね、声優陣。ギャルナルトってわざわざ声優変えてるんですよね。すごいよね。竹内純子さんだったっけ、ナルトの声の人。あの人じゃダメだったんかな。カブとイタチ、一応イタチも出てくるっちゃ出てくるんですね。エンディング飛ばしてもいいけどね、特になんもねえし。まあこんな感じで、そのそれぞれのストーリーですよね、原作をちょっとずつこうかいつまんでったようなストーリーを楽しんでいくのが、まあ、ナルティメットヒーローの1のシナリオでございます。まあ、このシナリオと任務をちょこちょこっとやるかなぐらいで。だいたい1シナリオ30分ぐらいか。まあ、1人1パートぐらいで終わるかなってな感じですね。やっぱオープニングいいですよね、遥か彼方。遥か彼方はやっぱりな、ナルトといえば遥か彼方やろ。それかもしくはフローの5。やっぱり中忍試験あたりがね、ナルトの一番面白かったというか、こうワクワクしたピークですよね。その時僕小学校5年生か6年生ぐらいで、まあそれもそれでピークやったんですけどね。いろんなものが新鮮に見えた年頃でしたね、確か小学校高学年ぐらいって。丸押したら速くなるとかなかったっけ。あ、なった。ちょっと飛ばし飛ばし、一応挿絵ぐらいはこう見といて、でおそらくこのイラストはそれぞれキャラクターごとには違うとは思うんですけど、スタッフとかは変わらないので、一楽の提灯が赤く染まりし時何かが、あーこれあれやね、多分、あ、ネジ伝が選べるのだったんや。でエンディングの最後のところの赤文字は確か極秘巻物、秘伝か、秘伝巻物の入手方法を確か記してたと思います。まあ、古いゲームなんで、古いゲームっつってもまあ2000年ぐらいのゲームなんで、ググってしまえば、Google 先生に頼めば全部教えてくれるんですけど、まあ、ちょっとお金が貯まったので売店に行ってみましょうか。せっかくなので。来ましたね。来ましたね。それでは、やりたいガシャポンを選択してください。今のところ初心者用ガシャポンしか選べないんですよね。で、100から1000選べるんですけど、そうそう、お金を入れる、お金をあげるとハズレが出にくくなるんですよね。まあ初めてなんで100で全然いいですけども、ハズレ、ハズレ出るね。めっちゃハズレるね。こんなハズレるっけ。
今日500ぐらい入れようよ。何が出るんだこれ。あ、来た。マダムシジミ。ちょっと400ぐらい入れよう、してみて。お、ビデオ。新ウラレンゲ、タイリーか。そうそう、こんな感じで、このガシャポンをコンプリートせんと、その S ランク任務が、S ランク任務が、外れやし、達成されないんですよね。なので、とてつもなく大変です。で、手に入れた映像とかは、ナルドの自宅で見ることができる。という感じですね。設定か、そういえばいじらんかったな。操作設定は、まあいじらんでいいか。画面もいじらんでいいし、サウンドもね、いじらんでいいしね。オートセーブ。難易度普通でいいしな。で、アイテム S 欄がさっき。巻物はね、なんちゃないと思う。人形がさっき渦巻きになると。手に入れたのが、こんな感じで見れるっていう。感じですね。音楽、音声を聞く、聞きたい音楽を選択するってばよ。音声かな。背景キャラ、リス、どこかわからん。まあそんな感じだと認識札か。マダムシジミって言ったね。依頼人か。おっとおった。こんな感じで見れるという。一番最初の任務でしたっけね、これ。一応拡大もできます。これなんかサムネとかに使えそうやね。映像も、リー。まあ、リーは、まあ、リーの時にやろうか。で、今見たらネタバレっつうか面白くないしね。で、暗号入力っていうのがあって、で、リンペイとか、この日のなんとか、なんとかなんとかなんとかみたいな。で、暗号があって、なんかこれでお金がもらえたり、で、あるんですよね。で、この暗号は、ナルトのカードゲームがあったんですよ、昔。そのカードゲームの中にこの暗号が書かれてて、入れると、こういろいろもらえたというね、お話でございます。まあ、暗号入れるのなんて作業ですから、まあ、今回この辺で終わりにしたいかなと思います。次回はそしたらちょっと任務をやっていこうかなと思います。ではでは、よかったらまだ続きも見てください。ペンギンでした。